ティーチャー空母。いや、千里の道も一歩ですね。まあ、いつも久保さん思うんですけど、どんなに遠い旅路でもアクセル踏んでるとついちゃうんですよね。これはね、鹿児島から車でね、宗谷岬、北海道の最北端まで行った時も思ったんですけど、遠いなと。さすがに北海道からね、鹿児島から北海道の宗谷岬てっぺんは遠いなと。まあ確かに遠かった。フェリーも途中乗ったしね。でもなんか北海道らへん走ってる時に、あ、車で北海道って来れるんだなみたいな。で、最終的に宗谷岬着いた時に、あ、来れるもんだなみたいな。まあだから、その遠いなと思っても結局アクセル踏んどけば着くんですよね。だ、それは僕は車運転しててすげえ感じますね。まあ鹿児島から車でね、北海道の最北端行く人いないと思うんですけど、てっぺんまでね、まあ行ってみてほしいですね。行けますから。アクセル踏めば進んでるよ。だって進んでるでしょ、アクセル踏めば。まあこれ今止まってるんで進んでないですけど、まあ動画は進んでますから、本数止まっても動画は進むっていうね。そう、だ、今度ね、僕ね、あの企画をしようと思ってて、まあこれちょっとインスタでやるので、まあ興味あればインスタの方で、まああの告知、 YouTube では一切告知せず、もうインスタのみでちょっとね、ある企画をね、ちょっとやろうかなと。結構面白いんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと運転しながらね考えたんですよ。インスタもね、なんだかんだ言ってね、結構ね、もうちょっとで1万人か。頑張ります。今8600ぐらいだと思うんですけど、まあ、もうインスタも5、6年やってると思うんですよね、僕ね。まあ、続けること大事ですよね。だからインスタグラムセミナーやったお客さんやってんのかな、インスタ。続けてやってる人どんだけいんだろうな。はい。ということで、まとめると、アクセル踏めば着くよでしときましょうか。いってらっしゃい。